ん、こんにちは。自然と共にある暮らし、ライブウィズネイチャーの水野さとみです。今日は山菜採り歴13年の狼と風の山菜主催山下さんをお招きし、2月の食べられる野草を摘みながら、食べられる野草と毒草の 見分け方を学ぶワークショップを開催する日です。この味が好きなんで食べてるっていうのが強いですけど、美味しいですか？美味しいですよ。食べますか？はい。あ、飴みたいに舐めてるんですけど、これちっちゃい松ぼっくり。ちっちゃい松ぼっくり。ちっちゃい松ぼっくり。これ松ヤニがもういっぱい入ってるんで、これを食べます。まあ飴みたいな感じで。もうガリガリ全部食べちゃうってことですか？そうそう、だけです。あ、で吐き出す。ガムみたいな感じですね。これは食べます。嘘、はい、そのまんま。そのまんま。わかめの若い時美味しいですよね。若い時美味しい。へー、もう束でワシャワシャ。本当ですか？束でワシャワシャ。どうですか皆さん、お味は？すごい成長になります。裏側から行った方がマイルドですよ。こっち？そう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 。あ、そうなんですね。今だから流行ってるのは、この葉っぱを乾燥元からが言ってる。そうです。本当だ。こっちの方が。あれですね、なんかアーユルヴェーダでは、こういう苦味とかもね、必要だって言いますもんね。あの渋みとか苦味ってね。まあ、苦味、渋みが。確かに確かに確かに。これ普段取らんけど取った方が良さそうな味ですね。取ったらいいです。なんか脳が松葉サイダーとかをするとすごい美味しいですね。発酵させて今の時期もすぐできます。今もできるけど、まあ、なんか新芽の方がいいみたいですね。そうなんですね。新芽はなんか独特で独特が美味しいのサイダーが。サイダーわかんないですけど生が美味しい。また全然違う味なんですか？あ、ミー美味しい。ミー美味しい。食べました。ミー食べたことないんです。食べてみてください。なんかあの松葉よりも苦味がマイルド。美味しい。山行ったら花は食べられますが、はい、あとは全て毒です。嘘、はい、鬼滅の刃。あ、藤の花、鬼滅の刃だ。ってことはこの種も毒ですね。毒ですね。花以外は藤の花は毒。はあ、おなじみの白爪草、青いもやしです。へえ。味はそんな感じですね。白
白爪さん食べたいっていう時は茹でてちゃんとアクを取ってから食べるようにしてください、はい、この人たちは基本的に、まあ、食べられるために生えてないんですよね。持ってるそのものが持ってるそのアクとかそういったものっていうのはやっぱ強いんですよね。なんでアクはちゃんと出してから食べるっていうことをしないと、あの野草に慣れてない人はあのお腹を下したりとかそういったことが出ます。どれぐらいアクはあの茹でて取った方がいいんでしょうか。あの塩茹でしてちゃんとそのアクを出すっていう行為だけちゃんとすれば大丈夫。あ、塩茹でですね、はい、それはあの後でお伝えします。はい、わかりました、はい。もう一つありました。もう2種類、はい、わさこべ、これがちょっとこれ見分けがね難しいんですけど、はい、オランダミミナグサとミミナグサがっていうのがあって、はい、これはちょっとどっちかわからないです。花を見ないとわからないんですけど、もうどこでも生えてます。これもどこでも生えてます。箱目違うミミナグサ。ミミナグサはなんかアイスプラントとか似てますね。似てますね。これはあの歯槽膿漏の毒性ですね、はい、歯槽膿漏、はい、あの歯磨き粉には必ず歯槽膿漏のやつに運ぶが絶対入りますっていうぐらい歯槽膿漏には運ぶがいい、はい、であとあの産後の乳出し、産後の乳出し、はい、人間だけに関わらず女子も子供を産んだらこれを食えみたいな。箱根はいつの時期からいつの時期とかなんですか。箱根はね、もう年中取れます。あ、そうなんですね、うん、あの雪に覆われたりしても基本的にその下で生きてるので、ただこういうそのなんていうんですか、茎がしっかりしたものを食べる方が美味しいです、はい、なるほど。耳なぐさも一年中ですか。耳なぐさも一年中です。あ、待って、すごい用の時期です。用の時期、うん、要は収縮して、うん、そのエネルギーを高めるで、火っていうのは広がっていく、伸びていったりとか、膨らんでいくっていうイメージで、はい、この冬の時期っていうのは一番多分そういう量的な動き、ずっとエネルギーが詰まってる。じゃあ今取るのは一番体にとってもエネルギーを取れる。そうですね、高められる。こういうその春の時期に他まで食べるとやっぱりしっかりとデトックスできるよっていうのは間違いないです。セリもあった。じゃあ3種類ここにある。割とあのアクが強いので、その水場で取る方がアクが少ないですよ。水があると思う。そう、水が流れてる水場のセリの方が圧倒的に味わいいです。ミミナグサが皆さん美味しいって言ってましたね。じゃあいっぱい取っとこう。ギシギシ、はい、ギシギシです。なんかここがほらトロンってしてる。生で食べる。あの生でも食べれますし、これはキシキシぬるっとしているのは別名赤純菜。赤純菜、あ、純菜だ。新島には本当に畑の雑草として一番に見嫌われているスイバッグ、スギナトウの塔にキシキシと袋状になんか包まれてますね。これ新芽の時はこういう包まれてて、はい、でこれがバッて出てくるんですよ。出てきた姿ってありますか。あ、見たことある、うん、大きくなれる。大きくなりますね。新芽が食べれる。横から見てと、若い葉っぱですね。若い葉っぱと、じゃあここ取ってもいいですね。ギシギシ。基本的にあの野草を食べられる際っていうのは、うん、新芽、若い芽っていうのを意識して取られると、はい、美味しく食べられます。はい、わかりました。龍金花は昔の、 あの 野草とか山菜の本には食べれるって書いてあるんですけど、はい、現状今毒草になってますね。龍金花は今は毒草扱いだそうです。めっちゃ可愛いね、うん、可愛いんですけどね。出
きいか可愛い。美味しいですよこれ。で、生でこのままこうこの辺りを中央、中央がね、多分一番花粉があって、花粉がやっぱ甘いので。で、うん、このあとね、逆の部分やっぱ苦いので食べれるんですけど、例えばこのまま天ぷらにしたりとか。あ、天ぷらいいですね。うん、花びらをちぎって。お粥の上にかけてみたりとか、サラダに乗っけてみたりとか、うん、彩りが。こんな時期から咲いてるんや、タンポポって知らなかった。で、西洋、これ西洋タンポポなんですけど、西洋タンポポも一年中咲きます。冬であろうが関係ないです。一年中咲いてますから。やっぱ北陸ではやっぱりそのイメージ的にやっぱ雪が多いので、雪の下に埋もれているので、そのなかなかその一年中咲いてるっていうイメージないんですけど、やっぱりあったかい雪が降らない地域とかではもう一年中咲いてると思います。タンポポはあの前奏全部食べられますので。タンポポ茶のコーヒーって根っこなんですね。はい、タンポポコーヒーは根っこです。あ、知らんかったな。鼻をパッて置いとくと取っちゃうんですね。で、閉じちゃったやつをこうパッて引いていくと、すごいあの全部引き出せるというか、開いてる状態で一枚一枚この花びらを取っていくことも大変なんですけど、閉じてからこう引っこ抜くと全部また全部取れる。大丈夫。うん、そうですね、本当ですね。本当ですね。いっぱいだって、ここをちょっと歩いただけでこんなに取れてますからね。ちょっとずつしか取ってないけど、これバッサバサ取ったらもうそれだけで1食分ですね。美味しい。美味しい。え、本当ですか。美味しいです。おすすめです。ヨゲシです。ヨゲシは菊の仲間です。菊科のやつっていうのは、こう折り取ると大概白い乳液が出るんです。食べてみるとわかるんですけど、タンポポも菊科なんですけど、はい、レタスみたいな味がします。新芽のとこですね。はい、新芽のとこ食べてください。ここですね。この辺とか。よし、これやね。確かにちょっとレタスっぽい食感も。レタスっぽいです。どうですか、お味は。もげしは癖がなくて、癖がなくて青臭さがほんのり、ほんのり生で食べるもんね。あ、美味しい。後味が、あ、後味が美味しい。のげし。いくらでもそれをつけて食べれば、サラダバーを。なんかもうサラダ毎日こうやって野原歩いてて、積んだ方がよっぽどなんか生命力が。だって農薬かかったね、なんかそんなサラダミックスよりよっぽど新鮮でエネルギー高いですよね。今なんかご質問があったんですけども、あの農薬かかってないとこ見つけるのってどういうふうに、あのガリさんは。あのまずできる限り綺麗な場所に行く。綺麗な場所。あの例えば山に行くとか。で、その自分の家の周りで、うん、あの一番安心できるのって多分家の周りだと思います。確かに自分の範囲、はい、なんで自分のお庭の周りの、うんうん、その草を探してみるっていうのが一番いいかなと思います。なるほど、わかりました。自分の敷地内ということですね。家の敷地内。あとはまあ信頼できる場所、うん、その例えばお友達の畑とか、うん、畑とかに本当にね、タンポポだったりギシギシだったり、この今取ったやつっていうのは全部生えてます。畑っていいですね、そう考えると、うん、やっぱ無農薬でやってる人の畑とか、うんうん、そういう場所っていうのは、うん、あのこういうものが比較的生えてるので、ここへ行って取るとかがいいと思いますね、うんうん、はい。まあ、こういう道っていうのは割とまあ犬のおしっこ、うん、お散歩しておしっこさせてるっていう人が多いと思うんで、うん、なんか例えばこう植物につながって食べる、そのまあ今日はこれもらうねって言って食べるときに、自分がなんかちょっとでも違和感感じたら食べないっていうのがあります。第一食、一口目を大事にこう本能をさえ渡らせるというか。そうですね。で、食べてみてちょっと変だなって思って捨てたりとか、うん、はい、わかりました。そういう時は食べないっていうのが一番ベストですね。はい。で、そうやってちょっとずついろんなところを食べてみて、ここの安心できるっていうところを、うん、あの探
してってもらえばいいなと思います、うんうん、はい、ありがとうございます。はい、ハルジオン、あ、ハルジオンだ。私の YouTube 動画でも一回特集したことがあります。ハルジオン全部キックカーって大体この毛が生えてるものが多いんですよ。はい、なんでこの葉っぱの形を見て、あ、これ菊だなっていうのまで分かるようになったら、基本的にその自分で見分けがつけられるようになってると思うので、はい、そこまで行くと何でも、まあ、その辺散歩してこの草の名前が分からなくても、これは大体何かだなっていうことが理解できるはずなんで、はい、そうなってくると大体こうの場所で無理なく食べられるようになるかな。はい、キクカは基本食べれるってことですか？キクカは基本的に良くないです。はあ、はあ、なんかキクアレルギーの人っていらっしゃるみたいですけど、かじってみて、はい、ダメだなって思う人はよくて、はい、そこさっきのあれですね、第一口目で違和感あったら無理しない、しないっていうのが大事かなと思います。はい、自分のこの体感、食べてみての体感とか直感に委ねるっていうのはかなり、この草を食べるっていうのは大事かなと思います。はい、水のしっこかかってる系ですか？確かにここは大多数の人が訪れそうな感じですからね。あっち の, 本命 の, 丘の方はほとんど踏み入らない場所だと思うので、ワンちゃんのお散歩ここみんな公園してるのでね、ギシギシ、水場っていうのが水場けど、この人水場だ、え、ギシギシじゃなくて水場、これ水場、どういう違いがあるかわからんの、石の葉っぱと水場の葉っぱはどう違うかというと、はい、どっちも食べれるんですか？どっちも食べられます。これが水場、水場で、ギシギシとの違いっていうのが、このお尻 の, この出始めの葉っぱが、はい、ギシギシはこう、うん、なんていうんですか、このうんうんうん、分かります、感じで反対に向いてる、こう、うん、水場の方は要はちょっとハート型みたいになってる、ね、あはははは、なるほどなるほど、はい、水場でどっちかっていうと水場の方がこう 生食に関しては水場本当に美味しいです。へえ、うん、酸っぱくて、酸っぱくて、はい、でヨーロッパでも、ヨーロッパではこれを栽培してます。え、水場、水場、水場は生食向きなんですね。酸っぱいんですね。酸っぱいです。これ本当にサラダに入れられたりするとすごい、うん、味の彩りになると思います。はで、まあ、どっちも水場もギシギシも根っこの名前を羊蹄って言われてて、はい、羊のひづめって書いて羊蹄って読みます、はい。それも食べれるんですか？それは、まあ、漢方として使われてるんですけど、はい、基本的に、まあ、その。インキンタムシの薬とか、うん、水の薬とか、それそのちょっと、なんていうんですかね、割とまあその菌がたまりやすいような場所のケアをするのに使われてるのは、まあ、かなり強い、ね、根の部分、強い根っこの部分になるかな。根っこを煎じるんですか？根っこをね、乾燥させて、おろして、おろす、おろして、それを、まあ、要は粉末にして塗り薬にする、はい、塗り薬に、はい、へえ。それが、まあ、養蹄ですね。あ、ね、ぬるんってしますね。ネバネバしてますね。まあ、ギシギシはぬるぬるしてるけど、ギシギシ、水場はそこまでぬるぬるしてない、うん、あ、それがもう違いですね。ぬるぬるしてたらもうギシギシですね、うん、間違いなくね。もうじゃあ水場とギシギシの見分け方、これで完璧ですね。で、どっちかっていうとギシギシの方がね、葉っぱがね大きいです。あ、確かに、うん、こういうね、もっと大きいギシギシはもっと大きいですけど、うんうん、ギシギシもまあ種類がね何種類かあるので、もうなんか今ので10種類はいってますね、歩いてる。春になるとね、もっと増える、もっと増える。へえ。こっから大湯のふぐりとか、うんうん、あとは姫踊り小僧とか、あ、はい、大好き、はい、そういうのがどん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 全部食べれる、ね、花がねどんどん出てくる、いっぱいありますよ、本当に。へえ。スパイ。サラダで食べるんですか？サラダっていうか、ね、もう本当に生で食べます。体験したことのないスーパー。ええー、本当ですか？面白い。イタドリとどっち酸っぱいですか？イタドリの方が酸っぱいかな。どうですか、ユキさん？
これ小学校の時に食べてた。それと同じ味です。あ、へえ。代々これ食べれる草やって受け継がれてる感じでしょ。あ、そういうことか、そういうことか。あとこれ。これ。これコウゾリナ。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 うん。これは、まあ、もうちょっとなんかね、新芽が出てきてから食べる方がいいかもしれないですけど、これコウゾリナですね。これもキク科で食べられます。キク科が多いですね。うん、キク科多いですよ。椿を食べれる。知らなかった。花びら食べたい。花びらジャムにしたいと思います。ああ、いいですね。素敵ですね。上がりますね。根っこをいくらこう引っこ抜いても引っこ抜いても根っこが残ってやったらまた生えてくるから、永遠にこのギシギシっていうのは生え続けられるっていうか、永遠にギシギシ食べ続けられる。そう、永遠にギシギシ食べ続けられる。最高じゃないですか。そういうことですよね。これは生えてますけど、植え続ける。ジャパニーズなんて言いましたっけ。ジャパニーズモンスター。モンスターギシギシギシはね、まだジャパニーズモンスター認定されてないと思うんですけど、クズですよね。クズと、あのイタドリは、やばいんですね。やばいですね。あのネットで検索したらすごい画像いっぱい出てきました。ジャパニーズグリーンモンスターって言うから、へー、見てみます。これあとヤエムグラ。ヤエムグラ草によっては、あの水場とかこういうのとかっていうのは、はい、割とね、茹ですぎてもずりつるになるんで。あ、そうなんですね、ちょっとだけ塩でちょっとだけでいいんですね。ちょっとだけ茹でるっていう、もう本当にさっと湯を通すぐらいの感じでいいものと、割とそのまあキク科のあのハルジオンとか、そういうものはちょっと煮てアクを出した方がいいとかっていうのもあるので。なるほど。まあ茹でるとしても種類を分けて茹でればいいですね。そうですね。キク科はちょっと多めに茹でて、多めに茹でて、水場とかこのギシ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 とかっていうのはもう本当にさっとさっとね通すぐらい。はい、わかります。皆さんね、スゴ参加者さんはこのギシギシが一番食べやすいっておっしゃってますね。ギシギシおすすめですね、これね。ギシギシ美味しそう。ちょっとこれ家で作って食べてみよう。うわ、もう今日こんなに食べるのがある、すごいな。こんなでっかいギシギシなかなかないから。柔らかい。もうこれ一番おいしいかもねえ。ものによっては、やっぱり、まあ、一番いいのはナイフかスコップ。毒草を発見。毒草、毒草がある。え、どれですか。これ毒草。はい、これ毒草です。なんていう名前。キツネのボタンです。キツネのボタン、かわいい名前ですね。かわいい名前のくせに毒も出たんですね。毒です。ねえ、普通ですね。これね、あの蜜葉にすごい似てて、はい、確かに。で、あの結構蜜葉の隣とかに生えてるんで、はあ、間違いやすいです。気をつけなきゃじゃないですか。でもよく見ると蜜葉じゃないですね。そう、トゲトゲしてるし、なんかここがほら、なんかなんていうんですか、ね、太いし。食べたらお腹痛くなる。いや、食べたら結構まずいですね。まずい、結構まずい。触るぐらいは気がします。あの、あと触ったらいい。乳液が出てくるんで、その乳液をちょっとかぶれます。いやー、わかんないです。わかんないけどセーフだったから。春になって新芽出てきて、また乳液をたっぷり蓄えるんで、この人ら。へえ。白いやつですよね。白いやつですね、確か。白い乳液がかぶれると。で、もちろん食べちゃダメと。そう、食べちゃダメ。毒草、気をつけないと。まあ、僕個人的に推しなのがこれですよね。で、あとは、まあ、野草だったら、このハーブ王子の、あの山下さんの。はい、あ、ね、有名ですよね。おしゃれで分かりやすいです。で、あとこの、ヤマンバノトクラウン。すごい名前ですね。インパクトある。これもう本当にこれ、あの乗ってる量が本当に半端じゃないので、どこまでもこの人は何でも食べるんだなっていうぐらい、あの乗っているので、これも
本当に、まあ、能登の方の方なんで、うんうん、すごいあの、まあ、この辺のあたりとかなり類似するんじゃないかな。なるほど。これはすごいおすすめです。じゃ あのガリさんおすすめの3冊ですね、うん、これね。写真がちゃんと載ってるやつと、あと食べ方がちゃんと書いてあるやつを買われると、まあ、あのその辺のあたりの、草だったりとかそういうのもちゃんと見分けられると思うんで、はい、はい、その辺のやつがいいと思います。あと緑草、うん、これと似てるから、うん、これは気をつけた方がいいよっていう注意書きもあるんで、はい、ギシギシの落とし合い。あ、本当だ、ギシギシの落とし合い。草を食べるっていうことは、まあ、特にこの野草に関してはその土地のエネルギーいただくっていうことが一番 僕の中では重くて、生えてるものってずっと生えてるわけじゃないですか。もう昔からずっと生えてるから、その要はその土地で根付いてきた DNA とかそういうエネルギーっていうのがずっと循環されてるので、そのエネルギーを食べることでその植物の記憶だったりをちゃんと受け取ることができるので、それを自分の胃の中腸の中で消化することで、その自分の記憶っていうのをバックグラウンドが広がるっていうふうに僕は捉えてます。特に山菜に関しては、まあ、山になって取りに行くんですけど、山菜をまずそう山になることで、そのいろんな記憶っていうのを山が教えてくれたり草が教えてくれたりするので、そういう風になっていけたらこう地球っていうのがどんどん変わっていくかなと思って、このなんか意識的な部分をあの伝えできたらなと思って、野草といっても主に。今回は野草山菜のエキスパートをお招きして野草ワークショップ2月編を開催させていただきました。今後毎月開催していき、1年後には皆さんご自身でですね、食べられる野草山菜を見分けて詰めるようにしていきたいと考えております。ガリさんはですね、山になりきるというコンセプトで山に山菜採りに入って、で野生動物にも今まで一切襲われたこともないというぐらい、こう山に波長を合わせるという意識がですねとても高い方なので、そういった深いガリ先生の哲学も今後座学という形で動画でもお届けできたらと考えています。今石油価格が高騰したりですとか、その関係でですね、肥料や農薬もこう値上がりしていて、農作物もこうかなり価格が上がっていくと言われていて、一部ではですね食糧難の足音もね近づいてるなんて言われていますが、このね野草と山菜の知識があれば、もし食糧難がやってきても皆さんが自給自足する糧になりますよね。ぜひこれからも毎月この野草ワークショップの動画ご覧になっていっていただけたらと思います。またこれを機に狼と風の山菜さんの旬の採れたての山菜や野草も私が毎月セットにして全国の皆様に発送している能登の旬おまかせ野菜セット定期便にもお入れしていこうと考えております。地球のエネルギーを存分に蓄えた野草山菜を食べてみたいという方は、ぜひ能登の旬おまかせ野菜セット定期便の詳細をチェックしていただけたらと思います。能登の旬おまかせ野菜セット定期便は基本的にはその日採れたての野菜をその日中に全国の皆様にお届けする野菜宅配サービスとなっております。今体に良いと評判の免疫力を高めるファイトケミカルが豊富だと言われている自然栽培自然農法の無農薬の採れたてお野菜を取って体の内側から美しく健康になりませんか。能登の旬おまかせ野菜セット定期便の詳細は概要欄に元風ハーブの URL ホームページの URL を貼り付けておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。それでは本日も最後まで動画をご視聴してくださりましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。